んはこんにちは、特化軍です。普通科です。本日も陸上自衛隊精鋭部隊水陸機動団ボート体操ラスト7日目。陸上自衛隊の精鋭部隊水陸機動団のボートを使った筋トレです。家庭でできるようにアレンジしております。さあ行ってみよう。さあそれでは森ハザードさん、本日もお願いします。私は伊藤みどりです。大丈夫です、カットします。カットしてください。いやいや、カットしてください。使います。カワソフリップルアクセルですか。話変わりすぎやろ。それでは1種目目、はい、背筋。背筋、はい、でうつ伏せになって両手を伸ばしましょう。まずですね、腰を軽く反った状態からスタートします。自然に腰を反らして両手と両足が浮いた状態にします。今浮いてますね、はい、ここから、位置と言ったら、はい、さらに持ち上げる、反って、そうです、そうです、はい、それで戻す、それで位置終わりです、はい、これは辛いので女性は数減らしてください。いきます。背筋15回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、よし。どうですか。きついです。きついですね、はい、浮かしたままやるというのがきついですね。きついですね。これはもう背筋と、大臀筋、大臀の二頭筋と広背筋など、はい、腰悪い人は無理しないですね。そうですね、うん、それでは早速いきます。2種目目、ひな取り。こちらですね、直立の姿勢からジャンプして両膝を空中で抱えましょう。着地してまたすぐにジャンプする。アパートマンションとか一戸建てでもね、 あんまりジャンプするとやばいので、これは家の状況を見ましょう。静かに1回やったら一番いいです。そうですね、はい、あ、そうです、そうです、そうです。それを連続でやりましょう。はい、それではひな取り10回。10回1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、よし、よし、はい、私はうるさくしないようにやったんですが、うん、気遣っていただいてありがとうございます。早速、背筋がまっすぐのまま、やるっていうのがね、いいかなと思います。こちらは、足の運動になります。さあそれでは、7日間、やってまいりました水陸機動団ボート体操最後戦、まとめた運動。まとめた運動5回、はい、5回、今までの総集編です。総集編、開閉跳躍2回、反復横跳び右左に1回、はい、バービーの途中に腕立て伏せを2回、そしてひな取り3回ジャンプ、これを5セットいきましょう。で反復横跳び、反復横跳び、バービーの途中腕立て伏せ2回、立ち上がるひな取り3回、1、2、3、はい。きついぞこれ。いきますよ、周りにぶつかんないように気をつけてください。最後ですか、頑張りましょう。まとめた運動5回。1、はい、2回やります。右左、はい、バービーの途中腕立て伏せ2回、立ち上がるひな取り3回、1、2、3、はい、1、2、2回、はい、反復横跳び、反復横跳び、はい、バービー1、2、立ち上がる、はい、ひな取り、はい、2セット目、はい、バービー2、はい、ジャンプ、ジャンプ、はい、反復横跳びができない、はい、2、3、はい、ひな取り3回、はい、ラスト頑張って、はい、2、はい、5回やったかな、はい、じゃあラスト、はい、はい、反復横跳び、はい、バービーの途中2回腕立て、はい、立つ、はい、ひな取り、よし、どうですか。これはまあ家でやるにはですね、なかなか難しいですね。はい、広い部屋で。きついですよ。きついですか。ちょっと疲れたところで、じゃあバームクーヘン食べましょうか。かさばるわ。おかわりくれ。おかわり。おかわりくれよ。どうですか。どうでした。7日間に及ぶ水陸機動団ボート体操でした。
これで、7日目なんですけど、また1日目に戻っていただいてね、ローテーションしていただければ。はい、ということで、7日間やってまいりました。はい、1日5分でね、毎日やれば、はい、エクササイズになります。そうですね。いろんな部位が鍛えられますんで、はい、また1日目に戻って何週でもやってみてください。はい、それ、プロレス終わった後の、はい。チョロさんね、チョロさんね。いや、うるさすぎ。アスクヒムじゃない。誰もわかんないから。アスクヒム、誰もわかんない。わかんないよね。スリー機動団のボート体操でございました。いろんなね、自衛隊にも体操ありますんで、また紹介してみたいと思います。はい、病気の予防には、ぜひ気をつけて、そして家の中でも、軽い運動をして、健康を保ちましょう。はい、ツイッター、インスタやっております。特化群で検索フォローお願いいたします。ここで腰かい。チャンネル登録したございます。お願いします。最後ぐらいはね、やるね。本日はこれまで。それじゃあまた。